はい、こんにちは、片山です。えー、今日はですね、えー、受験勉強の間に料理を覚えておくとですね、えー、後々持てるよっていう話をしたいと思うんですけど、これ,これ何かっていうとですね、あのー、今日ですね、あのー、生徒に教えててですね、で、その女子生徒なんですけど、えー、県内のですね、えー、大学看護学部に行くんですね。 でまあ、まだ合格決まってはないんですけど、でその合格した時にですねあのその子はまあなかなかいい状況で、ですねあの合格したら県内なんだけど、あの一人暮らししていいよっていうか、なんかむしろさせたいみたいにあのお母さんに言われてるらしくて、でですねであの一人暮らしするんでしょって言ったらどうしようかなみたいに言ってて、あの家の方が楽だしなみたいな言ってたんで、あの いいいや絶対一人暮らしした方がいいとあの何もできない子になっちゃうよみたいなそうなんですよねみたいな言っててですねでもちろんその一人暮らしすると費用がかかるんでそのお金の面ではしない方がいいんですけどまあそれ以外のところを言うとですね一人暮らしした方がいろいろやっぱ覚えますからねあの料理も覚えたりするし洗濯掃除ももちろんですしで、えー、大学のね友達とかと遊んだりも結構増えると思いますし であの、まあ、その子に限らず、ですねぜひあの皆さんですね、あの受験勉強のかでわね受験勉強大変だと思うんですけれども、あのまあ、ぜひ息抜きにというか、ですね、まあ、むしろあの受験勉強と同じぐらい大事だと思って、あのぜひです、ね、家の手伝いとかして料理練習しておいてほしいなと、えーまあ、思うんですよね。でなんでですかと、まあ、その理由がですねもちろん料理ができるとモテるからですよね。もうそのためにやってんだと。 であの、大人になってからですね、料理の練習するって結構大変で、まあもちろんそれがね、その大学生の時に料理とか作ってあの楽しいみたいな話ももちろんあるんですけど、まあやっぱ、あのできるとモテますからね、あの男でも女でもね。まあ、例えば僕がすごい料理できてたらですね、あのえ、片山くん料理できるんだ、すごみたいなねあの、そういう感じでですね、優、う、位、ん、に立ったりできるんで。 で、これがですね、まあ、その大学行った後とか、まあ、もしくは大人になった後、自分でね、料理、もっとできるようになりたいなとか、僕もこう思ったりするんですけど、まあ、僕は料理下手でですね、大変なんですよね、なかなかね。あの、わからないっていうね、どう作っていいのか。まあ、ちょっと僕のときと比べて、今は、そのネット環境とかね、いろいろ発達してますから、やりやすいのかもしれないですけど、まあ、僕はわからなかったですね、自分のときはね。で やっぱりそのできる人にですね教えてもらうのがすごく簡単でまあそれがねあの、えー、ご両親であったりだとかあのいろいろあると思うんですけどまあ教えてもらうと簡単なんですよねでその僕はもうほんと末っ子の甘えん坊でですねもう全部なんか自動で出てくるみたいなね <laughs> あの座ってると料理が出てきてあの脱ぎ捨てておくと洗濯されててみたいなそういう自動化状態だったんですけど まあそんな感じですね、その勉強してれば偉いと思ってやってたんで、まあ、それ、しまったなと思って、あのそれをね、大人になってから料理とかやろうとすると、まあ、その料理を覚えるためにですね、時間がかかるじゃないですか。で、あのまあ、それも楽しいですけどね、ただ、まあ、あの高校生の時に料理を覚えてたらですね、あのよかったなってすごく思うんで。 でね、その僕も何度かですね、その家でね、その手伝いがてらというかですね、あの料理習おうとしたんですけど、まあ、挫折してしまって、まあ、その理由がですね、僕これ、親のコミュニケーションパターンが悪いと思ってて、その料理、ね、手伝おうとすると、その邪魔とか言われるんですよね。とかその、なんか切り方教えてくれとか言,われるとですあ言うとですね、 あの、遅いんで、下手だし遅いし、どうやってやっていいのってこう聞くと、多分親もめんどくさいんだと思うんですけど、なんか、まあ本当邪魔みたいに思われてたっぽくて、もういいやと思ってこっちもね、もうその年頃なのもあるんで、じゃあもういやい,いわ、もう、うか、そんな感じでやらなくなっちゃったんですけど、まあそこでですね、あの、ぜひ、ぜひというか、ね、親のそのいい言い方としては、なんかうまいとか、こう、おだてとくといいんですよね。 うわ、天才みたいなね、なんでこんな味付け上手なのとか言ってね、なんかその気にさせるというかですね、まあそうやってしてくれたらよかったなと思うんですけど、<laughs> まあね、あの、もしもね、その僕があの時料理できてたらすげえよかったなと思ってね、大学の時とかね、まあまあ、連れ込み放題だったでしょうね、料理作ろうとか言ってね、でもそれが自分が自信がないんで、 しまったなっていうね。で、あの、僕の姉もですね、その料理ができなかったんですよ、昔ね。で、うちの姉はその20歳ぐらいの時に若く結婚したんですけど、まあ子供をできてで、それで若く結婚してですね、で、相手の親がですね、ご両親がこう、挨拶に来るわけですよね。で、その時に、その挨拶の、 ね、してる部屋の横で台所でで台所すね僕はドア越しにその会話を聞いてたんですけどあのうちの父親が言ってたのはあの「芋の皮も剥けない娘でございますが」みたいな言っててで相手のお父さんはですね「いやいやそそ何をそんな謙遜されて」みたいな言ってたんですけどこれなんか僕はあの事実なんだよなとか思ってねあのそれぐらいうちの姉もあの料理とか 選択とかやったことなかったと思うんで全くできないみたいな感じだったんですけど、まあ、やっぱり、あのー、子供できてですねあの料理作ってると今はもう当然普通に作れますよね、まあ、だから、あのー、僕は料理に苦手意識とかかなり持ってたんですけどやっぱりああいうのってやればできますからだからですねその苦手意識とか持たずにですねあのやってりゃできるっていうね で、僕がその大学時代にですね。あのどんだけ料理が下手だったかっていうね。あの苦い思い出の話をあのしたいと思うんですけど、最初ですね。作ろうとしたね。親子丼をなんか料理の本めくってですね。作ろうとしてでそしたらですね。あの1行目にですね。こうやって書かれてたんですね。まず煮出し汁を作るっていうね。こうやって書かれてたんですよ。で。 煮出し汁ってなんだろうと思ってですね <laughs>。で、あの、煮干しとかね、味の素入れるのかなとか、昆布かなみたいな、煮出し汁が分からなくてですね、そのまま料理の本閉じましたね <laughs>。今だとですね、こうネットで検索できるからいいですよね、煮出し汁とはとか言ってね、ちょっと調べてみましょうか。何な,な,んなんですか、煮出し汁っていうのは。 おっと、ネットにつながってないつなぐぞ煮出し汁って何なのかなおいおいおいつながったかな煮出し汁鰹節、昆布、煮干しなどを煮出した汁、だし汁 <laughs> なるほどって感じでちょっとよくわかんないなって感じなんですけど YouTube だと出てくるかな 今は YouTube でもね、こうやって調べられますからね。何なんですか煮出し汁っていうのは。ちょっと Google で煮出し汁。画像とか。ほう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 。こういうのを見てたら分かったでしょうね。煮出し汁って何かね。しまったな。煮出し汁。 出ますね。YouTube でも出ますね。めっちゃいいですね。皆さんはね。これ、分かってたら僕、親子丼作れてましたね <laughs>。あの時は分かんなくて作れなかった。あとは、鶏肉ですね。僕、鶏肉好きだったんで、で、とりあえず鶏肉でも買ってきてね、あのー、作るかと。僕、牛肉、豚肉よりも鶏肉好きだったんですよね。その頃。で、 あの鶏肉って皆さんどうやって味付けしますかねあのまあ塩コショウとか醤油とかねしとけばまあまあできるじゃないですかあとねその今日生徒が言ってたのは何かあの調味料みたい調味料っていうかその味のついたタレみたいなのをかけるんだみたいなもうそれ万能だからとかねまあ例えばその焼肉のタレとかかけとくとも万能ですよね何でもうまいっていうね で、僕はちょっとその時その焼肉のタレとか思いついてなかったんであのー、塩コショウと醤油でねそうしたら普通に美味しい鶏肉できるだってまあそんなことは僕あの時の僕も知ってるわけですよいくら僕でもねただあのやっぱり僕この時料理を覚えたいと思ってるんで、まあ、千葉大のねその入ったばっかの時なんですけどで僕そこでですねその砂糖を入れてみたんですね砂糖と醤油だったかな でこうえって感じかもしれないですけどただ僕としてはその理由があってその芝葉大行く前にですねちょっと親にですねなんかすき焼きの作り方とかあとはそぼろご飯とかねそういうのを習ってたんですねでそうするとそのすき,あのぎすき焼きとかのこう牛肉はまあそのご家庭にもよると思うんですけどうちはですねその砂糖とかみりんとかを入れるんだとで理由はですねそれによってなんか匂いっていうかね臭みが取れるみたいなね なんか料理に砂糖みたいな思ったんですけど、まあ、確かにうまくてですねで僕はそれを鶏肉に応用してですね砂糖をあの塩コショウを入れればおいしいのは分かってるけどあえてこう冒険してね開拓するつもりで砂糖を入れてみたんですねまあそしたらその <laughs> ゴミみたいな料理が出来上がりましたねまずっと思ってですね何これみたいなね確か捨てましたけどもったいないですね鳥さんには申し訳なかったですが で、あとね、そのちょうどその鶏肉作ってて、まあそのね、破滅的な料理ができた時と全く同じ時だと思うんですけど、その時にですね、なんか変な匂いがするんですよね。変な匂いがしたと。なんかこの鶏肉とこの変な匂いで、その,その時料理がもうちょっと苦手意識持ったというか嫌いになったんだと思うんですけど、あの、変な料理の正体がですね、フライパンからね、 なんんか糸が引いてたんですよでそれを分かってなんだこれと思ってでそのフライパンからですね糸をたどってこれ何だと思いますかこの糸はなんか変な匂いがする糸なんですけどでこれ,これは何かっていうとですねその糸をたどっていくとですねあのなんと炊飯器だったんですね。 あの紺色の炊飯器から糸が出てて、これ何かっていうと、ですねフライパンがですね紺色の炊飯器にこう側面にこう当たっていて、で炊飯器に穴が開いてて、がぽっとね、溶けてて、で、うわっと思って、でですねで親に電話して、ですね炊飯器溶けたって言ってね、でその炊飯器の溶け方もあのー、溶け方じゃないわ捨て方も分かんないんで、まあその夜、ですね気づかれないように。 えー、リュックサックに炊飯器ナップに入れてですね自転車で千葉台行って千葉台の粗大ごみのところに捨ててきましたけどねまあなんか破滅的でしたねまあ今とかは結構料理、まあ、簡単なものならするようになりましたけどねまあだからこれ今でもですね大人になった今でも料理できたらですねもうす,すんげえいいなっていう あの簡単な料理はねそのカレーとか肉じゃがとかあの鍋とかそういうのは結構作ったりするんですけどまあその上手になんかイケメンの男子って結構上手に料理作ったりするんでいやそういう風になってたらねなんかいろんな楽しいことが待ってんだろうなみたいなねそういうこと思ったりしますねまあまあということでですねあの,あの僕昔も後悔してるし しまったなって思ってるし、あの今もねあのー、ちょっとしまったなって思ってるってだか,だからまあ僕も料理練習しておきたいと行きたいと思いますけれども、ぜひですね受験生の皆さんですねあのー、まあ、受験勉強大変だと思うんですけどそこをですねあのずっと勉強じゃなくてあの効率よくですね時間区切ってですねあのぜひ家の手伝いしてほしいなって僕思うんですよね。まあそや料理であったりだとかまあ洗濯であったりだとか。 あの習,う習うと簡単なんで,で、親も喜びますしね、であのまあ、来年から皆さんね、大学行かれるんで、まあ、その最後の親孝行のチャンスになるかもしれないですから、まあ、最後の親孝行ってことはないですね、親孝行はずっとできると思うんですけど、まあ、そういうねあの、ガッと手伝いできる最後のチャンスかもしれないですから、ぜひですね、あの家の手伝いしてですね、あのお家の方喜ばせながら、えー、でもですね、そうやってやりながら、自分の実力をですね、 あ、えー、げまくってもらって、まあ、将来ねあのモテモテの男子というか女子というかですね、えー、なってもらえたら嬉しいなと思います、えー、ということで、えー、今回受験勉強の、ね、間に料理を覚えると後々モテる話ということで、えー、話をしました、えー、聞いていただいてありがとうございました